大倉山ジャンプ競技場から望む札幌市外1972年、札幌オリンピックの会場は、マコマ内のオリンピック村から半径約 30km の範囲内に配置され、マコマ内、大倉山、宮の森、手稲山の主に3地区に集約されることとなった。大会の開会式は、スピードスケート競技の会場でもあるマコマ内の屋外競技場にて、閉会式は、 同じマコマい公園内の屋内スケート競技場にて行われた。建設は札幌オリンピック開催前年2月のテスト大会に使用できるよう進められ、1970年にはほとんど完成していた。会場建設の本工事は1968年に開始され、月サ屋内スケート競技場を除くすべてが札幌オリンピック前年1971年2月の テスト大会、札幌国際冬季スポーツ大会に間に合うよう、完成した。月サムの競技場は、アイスホッケー競技がまこまないと、三カタモの両競技場で消化できるため、他の施設より遅れて着工し1971年11月に、竣工した。手稲山競技場大倉さんのシャンツェは1931年に、民間の資金で建設され、 開催が取り下げられた1940年、札幌オリンピックでも会場に選ばれた。手稲山竜樹競技場が、天候の都合で使えない場合の予備コースとして、選手村の南9キロメートルにある富士野の,のスキー場に、富士野竜樹競技場が整備された。大倉山ジャンプ競技場と宮の森ジャンプ競技場は、ノルディックスキー世界選手権が始めたアジアで、 開催された2007年札幌大会でもスキージャンプの会場として使用された。スキージャンプワールドカップでは第1回の1980年以来ほぼ毎年サーキットに組み込まれている。テイネ山竜樹競技場はその後に撤去され、テイネ山ボブスレー競技場も長野2998年冬季オリンピックのトラックが造成された後閉鎖された。大会の予備コースであった。 富士野龍樹競技場は札幌オリンピックの実際の競技では使用されなかったが日本国内に2カ所ある龍樹競技場のうちの一つとなっている。江庭岳格校競技場は競技のために山腹の樹木を広範囲に伐採することが環境保護団体などから批判を浴び大会終了後に植林による再緑化がなされた。また撤去された作動施設は上り別。 熊牧場に移設され1992年頃まで使用された。ありがとうございます。